で今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、しょうこチャンネルジュリーです。今日もご視聴ありがとうございます。今日ですね、バルキリーコレクトバルコネの絶叫をやっていきたいと思います。はい、バルコネコレ今日のお品書きはこちら。今日ですね、なんと新降臨超高難易度、EX というね難易度がフェンリル来ております。こちらの、まあ、イベント名が転生の導きというものなんですけれども、このフェンリルをソロモードでクリアすると転生のメイテイヘルがゲットできるということで、こちらを紹介していきたいなっていうところと、まあ、フェンリルを攻略するのにめちゃくちゃ適正なスキルを持っている新キャラがラッキーガチャで登場しておりますので、こちらを紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、お写真見ていきましょう。こちらです。デンジャー超高難易度クエスト、転生の導き、名帝ヘル編が新登場、名帝ヘルが仲間になりますというイベントです。こちら開催期間は16日から21日、ちょっとまた短めになってますね。はい、こちらのマジオフェンリルは覚醒可能となっております。この高難易度の転生の導きフェンリルをクリアすることによってゲットできるルーンで、覚醒できるようになっているので、結構ね、覚醒の難易度が高いんじゃないかなというところになっております。覚醒パッシブスキルは味方全体に巨人へのダメージ 20% アップ、水属性の攻撃力アップとかがついてるので、水属性が効く巨人の敵とかにはめちゃくちゃ活躍するんじゃないかなというスキルになってます。はい、そして、転生の名帝ヘルが手に入る、という条件が EX 星1をソロモードで初めてクリア、はい、となっております。でこちらのヘルさんが、まあ、プロデューサーレターであった通り、なんかめちゃくちゃ強い設定になってるっぽくって、アリーナとか、そうグランドアリーナとかコロシアムアリーナで有効になるスキルとかもあったりするので、持ってたらめちゃくちゃいろんなところで活躍するんじゃないかなっていうところと、やっぱりヘルは昔からいるキャラクターでやっぱり人気なキャラなので、ゲットしたいという方もすごい多いんじゃないでしょうか。はい、でこちらのフェンリルなんですけれども、特殊フィールドが、発動します。でアビスヘイズアクアっていうものが発動するんですけれども、これがめちゃくちゃ攻撃力、攻撃のダメージと命中率がめちゃくちゃ下がってしまう。さらに木属性と無属性以外のダメージを受けた時に強力な水属性反撃で、さらに超強力な水属性の単形化ダメージ、スキルゲージの上昇量速度の大幅ダウンっていうのもついてきてしまいます。でただですね、こちらディスペルヘイズを付与することで一時的に無効化できますってあるんですけれども、このディスペルヘイズを持ってるキャラクターが現在2キャラしかいなくて、先日来た覚醒バルプルのレベル35、上限解放してレベル35まで上げれるようになったんですけれども、レベル35の時点でディスペルフェイズを覚えます。そしてもう一キャラが、はい、こちら新ラッキーガチャで出てくるガンメイさんですね。はい、ガンメイさんは、ディスペルヘイズ持ち、さらにまあ覚醒とかではないので、割とまあ手軽にディスペルヘイズを使えるキャラクターとなってます。はい、回復シールド不屈で敵の攻撃を防ぎきるということで、前衛になれるのでめっちゃ活躍するんじゃないかなと思います。はい、スキルはこんな感じになってます。すごいですね、最近の本当キャラクターのアクションスキルかなり丈夫になってるんですけれども、まあ、こんな感じ、玄武好天劇ですかね、はい、になってますので、ガンメイさんだけでいけるのかちょっとわかんないんですけども、まあ、バルプルレベル35が用意できて、まだちょっとクリア足りないっていう方はこのガンメイさんがいるとだいぶクリアに近づくんじゃないかなということで、このラッキーガチャを引いていきたいと思います。はい、でこちらの、転生の導き挑戦キャンペーンというのが実施されてまして、期間中ログインした皆様に最大3000円ダイヤをプレゼント、ということなんですけれども、ソロモードでクリアした、ユーザーさんの人数に応じて、ダイヤが増えるというものでございます。100人クリアしできるかできないかみたいなラインの難易度ってめちゃくちゃ高難易度ですけどね、この100人クリアで1500ダイヤ欲しいのでお願いしますっていうところなんですけれども、私がですね、ちょっとバルプルの星4がちょっとまだソロ攻略できてなくて、まあ、ソロ攻略できないとちょっとマルチのね誰かと一緒にやるっていうのも大変恐縮なので、ちょっとできてないんですよ。バルプルの S3 は支部の反射パーティーで結構反射にかなり頼ってクリアしてしまったことがあるので、覚醒バルプル自体は覚醒できてるんですけれども、まあ、S4 になると地上の敵
がですね、スロー、脱力、堕落でかかってしまうので、かなりパテが限られてきてしまいますと。シンヤさんがこのバルプルのめちゃくちゃ適正って言われてまして、まあ、スカイキラー持ちで 30% かな上がったりするっていうスキルを持っているシンヤさんとか持ってなかったりとか、あとはなんか浮いてる回復のこの対応して適正の種族のキャラクターっていうのがなかなか、少なかったりとかするので、ちょっとねバルプルをまずはレベル35を目指してからの、この転生の導きへの挑戦になるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ一応ねフォアエボの見たさで初見でこのフェンリルも行ってみたいと思います。それでは早速ですが、まずはもし出たら、うっかり出たら使ってみたい顔面さんを当てにラッキーガチャやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。新しいソチラシアちゃんが出た、ガチャで結構引いちゃってあんまり手持ちがないんですけれども、こちらのラッキーガチャ引いていこうと思います。はい、こちらのラッキーガチャなんですけれども、でその先ほど言っていた、シンヤちゃんも出ますし、新キャラガンメイさんも出ますし、キミラさんとかもね結構強いので、この辺が出たら嬉しいなと思います。それでは行きましょう。キミレン、いやー跳ねきましたね。なかなか出ないんだよなと思ってるんですけど、 OK、 3体か、1、はい、2、オーヘルですね。じゃあナイヘルさんができたらいいね。限界突破ありがとうございます。第3、4、5、わーい、これでもいいかな。はい、ということで続きまして上げていきましょう。ワンチャンあるよ。はい、鍵嬉しいですね。あ、ダブルチャンス到来しましたね。オッケー、もう一度行きましょう。20連目、はい、跳ね出ますね。今日跳ね出ますね、めっちゃ。ほい、上げていこう。ラッキーコインお願いします。2個、横で上げていくよ。 OK、 いいでしょう。もう一度30連目、お願いします。シンヒアちゃんでもいいよ、ガンメさんでもいいし、シンヒアちゃんでもいい、いいよ。口など持ってた。4、5、6、7、8、9、10番アルカさんですね、よく見ますけどね、なんだろうね。はい、これ上げていきましょう。はい、もう一回、もう一回お願いします。はい、やばいね、これ犯人が飛んでないね。クジさんのキャラが出るか、やばい。いいんだ、これボックスに希望がある可能性がある。行きましょう、40連目。はね出た、はね出たよ、頼むよ。うわ、1個、ラストですね、行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、ランゴちゃんもね、はい、覚醒していいですけどね。まだ何にも来ちゃいんよ、この。口当たった。あ、結構嬉しい。初です。ありがとうございます。口当たった。ありがとうございます。え？口当ためっちゃ強いですかね。え？びっくりした。大当たり。すげえ。やべえ。キャラ出た。やべえ。ありがとうございます。ありがとうございますって、でもガンメイとシンヤ欲しいけどお願いしますって感じですけど、 OK、 OK、 最初だ、最初だ、頼む、これ頼む。はい、 OK、 うわー、はい、というわけで、まあガンメイさんとかは出なかったんですけど、なんとクズダと発撃しました。はい、
ということで、天星の導き名店ヘルヘン来ております。こんな感じで5つ12345 5つのねコネクトに挑戦するような感じになってます。大体半月ごとぐらいにね更新される予定みたいですね。はい。で、天星の導きとは、特別なコネクトバトルをクリアすることで強力なキャラクターを仲間にすることができるイベントということで、まあ強力なヘルタンをゲットできるイベントとなってます。で、こちらの5つ、まあ、12月下旬までかな、続く、5つのコネクトバトルを全てクリアすると、なんとヘルタンが星5に強化できるということなので、ヘルタンをまあめっちゃ使えるようになるには、やっぱこの5つのコネクトをクリアしなければならないんじゃないかということなんですけれども、まあ EX1 難易度になってます。で、今回は物理しか攻撃がしてこないのかなと思いますので、一応対策は物理がいいんじゃないかなというところです。はい。そしてこの辺のね、大麻のルーンですね。いやー、これがないとフェニルも覚醒できないということで、挑戦していきたいと思います。はい。というわけでやってまいりました、まあ、天星フェニルさんですね。はい。今回パーティーは、カムリ、ポルテ、マルクル、ノア、そして、カルディアさんでやってます。はい。お届けしますね。はい。で、こちらなんですけれども、一応、まあ、物理の攻撃、先ほど言ったように行っていくので、物理の、防御を補うようにしていくといいんじゃないかというところと、あとオートスキルで凍結付与してくるんですけど、人間、アジン、巨人が、ダメ、凍結してしまうので、神、エルフ、ドワーフ、神獣でパーティーを組むのがおすすめということでございます。はい。はい。で、さらにですね、先ほど言ったようにアビスヘイズ、アクアというものが、新フィールド来てしまうので、いや、これをねどうにかすべくディスペルヘイズを使えるキャラクターがいるといいんじゃないかなということでございますが、 HP の減らなさ具合、私がちょっと今回火力よりも耐久寄りで来てしまってるので、まあ、なかなか耐えてはいるんですけれども、全く削れないですね。やばい。あ、パルプル落ちちゃった。パルプル落ちちゃいましたね。このままどんな感じにいくのかちょっと見ていきたいと思います。パルプルもうちょっと耐久というか、あれですね、覚醒まだまだ足りないので、ちょっとそれあたりもね覚醒させて育ててあげなきゃですね。まあ、今回またパルプル来てるので育ててあげたいなと思います。マジかー、バルプル落ちたー。はい。というわけで、なんとか、めっちゃ耐えてんね。耐久、だいぶ耐久にしたのかな。だいぶ耐えてますけど、まあ、バルプルだいぶ序盤に落ちちゃったので、火力減ってますが、マジ、こんぐらい、5分かけて、こんぐらいでした。いやー、これディスルヘイズあったらどんぐらいいくのかなっていうところでもあるんですけども、まあ、とりあえずちょっとガンメイさんを当てるのは現実的ではないので、ちょっとバルプルを覚醒させるっていうところから、他にもねキャラ増えてくるかもしれませんし、やっていきたいと思います。はい。というわけで今回は、バルコネで来た、バルコネで10月16日に来たアップデートの紹介をさせていただきました。で、先日プロデューサーレターでデッドオーブというものがね、粒目で新しく登場して、なんかグレードブーストっていう、さらにグレードアップができるものが10月下旬に実装予定ということでございます。まあ、月に何体か増えていく予定ということなんですけれども、まあ、今いるキャラが、めっちゃ強くなったりとかするんじゃないかなというところで、めちゃくちゃ攻略とかができてない、降臨とかもあるので、そのあたりがねちょっと手が出やすくなったりするんじゃないかなっていうのもちょっと期待して楽しみにしております。で、こちらのグレートブーストによって、グレードレッドになったキャラクターは、キャラ専用神器っていうものもゲットできるということなので、こちらもね、めちゃくちゃ楽しみなんじゃないかなと思います。ヘルとかね、スクルドさんとかも来るんじゃないかなと思いますが、楽しみだなと思ってます。はい、ということで、まあ、ぜひぜひね、天星フェンリルクリアできたって方いたらね、ぜひぜひコメント欄でコメントくださると嬉しいなと思います。どんなパーティー行ったよとか、どのタカが100名、クリアいただくことによって、皆さんに、ダイヤがゲットできます。本当にマジ感謝ですね。クリアしていただいている方は本当にありがとうございます。はい。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。少しでも楽しんでくださった方はぜひいいね、動画の感想をお待ちしてまーす。串田さんはめっちゃ嬉しかったな。ということでラストじゃんけんいきまーす。せーの、白黒じゃんけん最初にゃんじゃんけんぽい。
グーです。なのでパーの人は合ってることあるかもよ。では本当に最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。